この助成金は農業分野で期待される研究や取り組みを行う学校や事業者に大垣共立銀行が支援するもので、2014年に創設されました。今回で11回目となった贈呈式には、大垣共立銀行、林隆治頭取や東海3県の高校や大学などからおよそ50人が出席しました。林頭取は皆様の研究成果が地域の課題解決につながることを期待していますと挨拶しました。岐阜県内では地元で生産されるみかんの皮を子牛の餌にすることで良質な子牛を育てる大垣養老高校や LED 照射を当てたメロンの生育研究した岐阜農林高校などが受賞しました。受賞した9組には総額およそ280万円の助成金が贈られました。